はいどうもーです、はいえー、と久々にね、ちゃんとあの帰ってきて、もう本当あの昨日ね、帰ってきてるんで、あの昨日帰ってきてるというか、まあね、2日に帰ってきてるんだけど、昨日ね。だけど、まあ、もう今3日なわけよ。もうね、2日はね、ほぼほぼ寝てましたね。あの何もせずに <laughs> あの。かなり疲れてたみたいで、その寝てなかったわけでも何でもなくて、その道中、まあ、1週間ぐらいかな。 あのね、東京にいたのが多分1週間ぐらいなんだけどその間なんで全然寝てないわけじゃなくて普通に寝てたんだけどやっぱりそのバスが疲れたのがでかいんだろうね。そ,のそれ以外でそんなに疲れることしてないしね、まあ、しん多少その金が足りなくてちょっと軽く働いたりとかバイト短期バイトみたいなのしたりとかしたけど正直そ,のそんな疲れるようなことしての体力仕事も全くしてないしね。うんだから <laughs> 何に疲れてたのかよくわかんないけど、とりあえずめっちゃ疲れてたね。はい。まあそんな感じで、あのー、えーとね、YouTube の方の、あのー、コミュニティの方にもちらっと書いたと思うんだけど、えっ、ー、とー、まあ、えっ、ー、と、1日えっ、ー、と、元日には、その、パルコが、まあ、大阪の方のパルコ、震災橋のパルコはどうなのか知らないけど、あのー、池袋のパルコが、あのー、 空いててなく休館日だったよねだからその最後の日に見て帰ることはできなかったんだけど、まあ、それ以前の日にもう本当に27ぐらいからずっとねほぼ毎日ぐらいパルクを見てたんで <laughs> パルクを見てたっていうか外からちいかわレストランを見てそのわり帰りにさなんか適当にパルコとかあの辺のさ、あのー、ちょっと空いてるであろう店で何か食べたりとかぐらいしかしてないから本当とにうーんな。なんでね本当にこのちいかわレストランはたくさん見せてもらったんだけど。 あの意外と、あのー、なんだろうな民,民度の違いなのかそれともそのなんだろうあまりにも人が結集しすぎるからそのこれ以上近づくな状態を作ってたのか分かんないけどあの梅田のねちいかわランドを初めて見た時の印象と比べて。 すごいねあの近づきやすかっったなっていうのがあるよねあの近づいて写真撮っても平気あのね梅田の地下ーーランドも全然近づけるんよ。写真撮るだけだ中に入らなければ全然いいんだけどその近づこうとしても周りをこうなんだその外国の観光客だったりとかその。 なんでその同じように写真を撮ろうとしてる人だとかが結集してて近づきにくいんよね。で近づいた、まあ、近づくこと自体はできるんだけど近づいてその写真を構えてこう俺が静止した状態で写真を構えると後ろでそのね人がもうわたわたしてるから邪魔ないよね正直俺が邪魔ないよ多分。だからそなんかそういう状態になっちゃうからさからなんか落ち着かねえなっていう感じだったけど。 こ,のこっちのね、ちいかわレストラン、ここね、ほら、これ、なんていうの、その、ここさ、お金払うとこだよね、多分この横になんかレジっぽく見えるから、多分こここ、入り口のさ、受付できるとこでしょだから、この受付のど真ん、これ、ど正面で撮ってるからね、これ、しかも、拡大してるわけでもなくて、このサイズ感でもう、この距離で撮ってるから。 そのこのこ距離で取れるぐらいいい割と人がいないわけよでその並んでるのは後ろのねここの後ろになんかあの階段があって下の階に降りれるんだけどそこの階段のところがちょうどその列になっててそっから後ろに並んでくださいみたいな感じにしてるよねで要はそっから前には来れないようにしてあるわけよその並ぶ人は。その並ぶ人じゃなくて普通になんかこの辺を歩いてる人に関しては好きなように近づけるんだけど並ぶ人に関しては後ろにっていうふうにしてあるからその邪魔になんないというかその。 そいつらも邪魔にならないし俺向こうからしても俺らが邪魔にならないわけよ別に俺がそこに立ってても邪魔にならないからだからこのレストランもそうだしこの隣にあるねグッズショップあのまあちっちゃいちいかわランドみたいなところもあの普通に外から見れるんよねそのしかもその人がガヤガヤしてる中でこう必死にこう首伸ばして見るみたいな感じじゃなくて普通にあのその通りがかりで見れる感じだったよ、うんよ。 ただねあのー、残念だったのが残,残念というかまあんもう次行った時にはもうないんだろうなっていうことで残念だなと思ったのはこれちいかわとは全く関係ないんだけどえっ、ー、とねこれちょっと俺もねパルコと西ブ隣のね西武百貨店であるんだけどそこをね結構行き来してたんよ。で行き来してたからそのどっちがどっちだか分かんなくなっちゃってあのー、どっちだったかな西ブだったかな。あのー カレーのななんかねイベントみたいなのやっててどっちだったか忘れたんだけどでそ,のそれはちいかわの会の同じ会だったか下だったか忘れたんだけどその辺にあってで俺試食だけして食べてない買ってないんだけどあのー、きなんか食べたかべたらめっちゃいい匂いするんよあのカレーのねあのスパイスの匂いがめっちゃいい匂いしてでその時もうちょうど俺もう金なしにあえいでて。 あのまあその短期バイトしたりとかしたんだけどその,その直前とかだったからもう全く手持ちがなくてその何その食べれなくてもう本当になんかあのコンビニのちょっとした食べ物ぐらいしか食べれなかったからマジできつかったね <laughs> あのもったいないなと思ったらんかあれがっつり食べたかったなんか本場のカレーみたいなやつあってなんかルンダンとか。 ね、あ,のあっちのね地方の有名な食べ物あるけどああいうのとかがその出ててめっちゃいい匂いしてて、まあ、タンドリーチキンとかああうまそうと思ったんだけどでしかもそのちゃんとなんかそのイートインじゃないけどそういう感じのコーナーでさ食べれるコーナーってなんかあのいわゆるなんかななんだろう外のフェスみたいなねなんかってそういう飲食の、ね、フェスみたいな,よくあるじゃないラ,ラーメンフェスタとかあんな感じのああいう感じになっててめっちゃいいなと思ったのにさ食べれなかったっていうのが残念だなっていう。<laughs> っていう感じですか、ねはい、まあとりあえずねこの聖地をね、まあ、こう外からこうやって見ることができたしまあ多分ねまだね言うてできてから23ヶ月しか経ってないから10月とかだったもんねできそのちいかわレストランが。だから、まあ、まだね言うてもあれなんだけどこっからこれ常設店だから一生あるわけじゃん。そのパルコがなくならない限り一生ここに中川レストランはあるから。 多少なりとも落ち着いてくるんじゃないかなと思いたいんだけど正直ねチーカわランドとかの状態見るとそのできて何年経とうが普通にあのこういう状態なので何とも言えないけどただそのスカイツリーとかとは違ってさそのずっとあるからその日によってはさあの人がいなくてその,その場で入れる日とかももしかしたらできてくるんじゃないかなと思うよね今後は。今今は無理だとと思う少なくともね今年の あの上半期というか前半は無理だと思うけど来その後半今年の例えば2024年の後半とかになってくるとそのもうちょっと落ち着いてくるから普通にまあそのまあ予約は必要だとしても当日予約で入れるとか前日の予約で入れるとかになってくるんじゃないかなとは思うんだけどねはいまあそんな感じでね明けましておめでとうございます。はいロズティアでしたバイ